ヘイジュン、どうも、東京ホテイソンのショーゴです。今回ドッキリです。名付けて、はいどうも、無限ドッキリということでございます。東京ホテイソンはですね、1年目の頃、私が、バチクソに尖ってまして、タケルにですね、はいどうもの練習だけで3から5時間練習させました。で、なんでだよの言い方は2時間。ほんとむちゃくちゃでした。尖りに尖ってまして、でタケルはですねまだ純粋だったので、ショーゴがこんだけ言うんだったら期待に応えなくちゃってことで、その練習に付き合ってました。懐かしいです。オッケー、これで行こうって言ってタケルに指さしたら、タケルは多分頭がおかしくなって僕の指を噛んできました。そこまで追い詰めた経験がある、こんな東京ホテイソンのドッキリですね。今からここでネタ合わせをするという定義でネタ合わせします。その時にはいどうもの言い方が気に食わないってことで、タケルにですね、ふっかけます。タケルはちゃんとその練習に付き合ってくれんのか。もし付き合ってくれて本当にいいはいどうもが出たら、最後私がタケルにありがとうって言いながらハグをします。コンビ愛の動画です。お楽しみに。おい、お客様に人間の出口を見せるな。なんかタケルっぽさ出ないか。家のツッコミがあって、で、あれがで伝統芸能口調だ。もう振りだもんね。の後に、あれがいきなり来るっていうのが、やっぱ初見のお客さんにまだちょっと伝わってない気がするんだよね。うん。だから、振りの段階から若干やっぱり要素はあってもいいんじゃないかなって、ちょっと最近思って単独やってて、うん、普通にツッコミでもさ、なんか、何言ってんだよとか、うん、何言ってんだよって突っ込んでるのと言い合うところの違いがありすぎて、うん、突っ込んでるところだけそれによらすとしたら、いきなり来るのどうなのかなって最近ちょっと思って、これラビットとかで初見のお客さん増えたから、うん、だからそこで伝わってない部分が結構あるなと思って、うん、そこ変えたいなみたいなところはあるんだよね。え、だから俺はどうしたらいいと、結局最初の竹のイメージがあのツッコミだから、あのツッコミにすんなり入るようにちょっとじゃテンション上げる、テンション上げる感じで行ってもいいかなっていう。でもじゃないと多分次行けないかなっていうのがあるから。どうもどうも、お疲れ様です。お願いします。マジか。うん、どうもどうも、東京亭さんです。お願いします。どうも、違う。うん、違う。テンション上げるだけは違うってこと。じゃあそれで意味ないから、タケルになるようにしないと意味ないと思う。どうもーどうも、タケルテイソンです。お願いします。それだと結局いいやになってないじゃん。だからいいや、クリオネの尺とかバイスの量みたいな。ちょっとそれだったらそのどうもーじゃない、どうもーの感じだとタケルじゃないじゃん。タケルではないじゃん。どうもーどうも、タケルテイソンです。で意味ないじゃん、それじゃ。はい、マジで我用じゃなくて、その本当に言ってるから。じゃ逆にこう出るとか。じゃあ、うん、よっ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 、どうも東京ホテイソンです。お願いします。それじゃないだろ絶対。これではないと思う俺も。どうも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 、東京ホテイソンです。お願いします。それ一回出てって、やりづらいから絶対。だから言ってんじゃん俺は。いや、それやりづらい。どうも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 、東京ホテイソンです。お願いします。俺歴史が好きですって言えないもん、そんなに前。どこの塩梅だから、これとこれの間ってこと。何回か言うよ。どうもどうも、それじゃない。どうもどうも、東京亭さんです。お願いします。ねえ、いやそれじゃないよ絶対。いや、こうはい、どうもどうも、東京亭さんです。お願いします。その後にいやない、絶対いや言わないじゃんそいつ。じゃあそのさっきの、どうも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 、東京亭さんです。お願いします。な、へりくだりすぎてる、それは。どうもどうも、東京亭さんです。お願いします。もっと歌舞伎感あってね。
どうも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 、東京ホテイソンですが、お願いします。それをもうちょっと元気にできる。どうも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 、東京ホテイソンですが、お願いします。そこまでゆっくりやられるとこっちがもう普通の人間すぎちゃうから、俺が、うん、それでもうちょい普段のタケルっぽい感じを言える感じ。どうも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 、東京ホテイソンです、お願いします。はいって言ってない。はい、どうもどうも、東京ホテイソンです、お願いします。なんで普通になっちゃうんだろう、そこが普通か。はい、どうもどうも、東京ホテイソンです、お願いします。一回マジで振り切ってみる。どうも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 、東京ホテイソンです、お願いします。手があるともうそれいいや言うじゃん絶対に。どうも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 、東京ホテイソンです、お願いします。どうも東京ホテイソンです、お願いします。どうも東京ホテイソンです、お願いします。歌舞伎じゃねえじゃんそれは。あ、どうも東京ホテイソンです、お願いします。あって言わないと絶対に、あが入ってる。はい、どうもどうも東京ホテイソンです、お願いします。はい、どうも東京ホテイソンです、お願いします。それはもっと漫才っぽいですね。はい、どうもどうも東京ホテイソンです、お願いします。で弱いだろ絶対的に、その普通に考えて。はい、どうもどうも東京ホテイソンです、お願いします。早すぎる。もっとでも一回歌舞伎マックスでやるんだよ。いいよ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 。はい、どうも東京ホテイソンです、お願いします。それをめっちゃ動きも静止してるけど、漫才っぽいこの口調でやってる。はい、どうもどうも東京ホテイソンです、お願いします。それで動きも言えていいから、もっと全力でこっから。はい、どうもどうも東京ホテイソンです、お願いします。歴史が好きです。あ、歴史が、今日歴史の授業をしたいなと思って。あ、いいじゃないか、いいじゃないか。歴史ってね、おまあ覚えてるけど、おどういう意味だったかの単語が多いんです。あ、確かにな。あの、一からちょっと教えていきたい。あ、教えておくれよ。で、まずね、お東海道中膝栗毛。あ、東海、あ、道中、あ、膝栗毛。あ、何何、東海道中膝栗毛っていうのは、お加工した豚肉を、あ、加工した豚肉を木の棒で粉々に粉砕するんです。粉々に粉砕。あ、何を言ってらっしゃる。それをね、登山とかするときに、お道に迷わないように地面にちょっとずつ置いていって、お目印にすること。はあ、これが東海道中膝栗毛。いや、粉砕ベーコン道しるべ。おい、負けてんじゃん、いいやが全部。負けてるよ。負けてるよ。負けてるよ、強すぎるもん。うん、どっちで行きたいのか、例えばな。神楽で行くのか、YouTube でやってるふざけた感じで出していきたい。どっちで行きたいのかと思う。ふざけた感じ。ふざけた感じ。ふざけた感じ。はい、どうもどうも、東京テイソンです、お願いします。さっきの歌舞伎も言わなかったから、もっと強い感じです。はい、どうもどうも、東京テイソンです、お願いします。そんなことないと思う。造語ツッコミしてるみたいな時な感じで、もうバーって。はい、どうもはい、どうもはい、どうもどうも、東京テイソンです、お願いします。それ何フラッシュバックもんじゃねえか、これ練習させてんだろお前。俺に歯じゃねえって、歯じゃねえって。ふざけた感じで一回全力で、はい、どうも、はい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 、わ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 じゃない、わじゃない、と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 だ
バババババはいよろしくねーじゃーん。ありがとう。うっせえこの野郎、死にしたらせえこの野郎。ありがとうじゃねえよお前は。ありがとう、ありがとうじゃねえって言え。どっちかを言え早く。ドッキリ大成功。成功なんかね、何があの頃みたいにタケルに廃炉も無限にやらしたらタケルはどうなるのかってドッキリでした。やっぱりちゃんと言うこと聞いてくれたなと思って。だから言う、やれって言われたことはやったよ。いやそれが今正直お前ももう8年芸人やって、うん、言うこと聞かねえんじゃねえかなって思って、うん、それが嫌で俺が上でありたいっていうのでいやちゃんと言うこと聞いてくれたからありがとうっていう。ここはね、うん、本番始まったら戻してやろうと思ってたから今まで通り。ちゃんとお前に面と向かって聞けてないんだけど、あの4時間、うん、5時間の練習でどう思ってたの。いやでもあの時は必要な練習だと思うんですよ多分その分かってないから。あ、そうか。そう、最後にそのお客さんに顔見して終わろうよ。どれ。え、最後のやつ。はい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 。見つかったな今。見つかってないって。2013年、俺らこれでいきます。いけないって。いいツッコミが見つかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃねえよ。チャンネル登録よろしくね。おいビブラート